ヤッホーメリベラチャンネル徳島編。はい、今日私はですね、徳島県に来ています。徳島県のサイクルショップにやってきました。ザ・バイシクルエンタープライスやったっけな、はい、TBE さんにやってまいりました。今日はですね、この TBE さんの店長さんが徳島の素敵な観光スポットをサイクリングで案内してくださるそうなので、徳島を走りたいと思います。ということで、今日定休日なんですけど、わざわざ開けてくださったので、ちょっとお店を紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、ということで中に入ってまいりました。 TBE の店長の川崎さん。あれ、あれ、こんなところに店長が2人もいる。いやー、偶然ですね。実は今日遊びに来たこの TBE さんなんですけど、コニタンの、あ、うちの店長です。店長です。コニタンの先輩になりますね。先輩のお店で、一緒の時期に、なんと2020だから2年の9月11日にオープンしたお店ということでっていう、お揃い記念日のショップさんに大好きなんです、やってまいりました。ここのじゃあお店のコンセプトを教えてください。コンセプト、そうですね、特にこう決めずにやってますけど、自分がこう感じてたお店に行きにくいっていうのだけはないように心がけてお店にしているっていうことですかね。自分の部屋みたいなお店が良かったので、ガレージというか、そういうのは、あ、確かにここガレージか、他のところとちょっと違うのがキャンプ用品とか置かせてもらってるんで、この辺キャンプツーリングとかあっちにもちょっとしたこのキャンプ用の用品とかを置かせてもらってた。で、自転車アパレルセット、普通のアパレルを置いてる。あ、お前は、お一人ですか？もう一人大好きです。なんか従業員さんいらっしゃらずに、ね、お一人でやされてる感じなんですね。一人でしてます。かっこいいよね、店の雰囲気が。見てこれ、普通のさ、アパレル置いてるのってあんまりないよね。まあ、ちょっとこれも考えないかなとは思いつつ、キャンプとか、そう、で、自転車乗りの人もなんか自転車の服だけじゃなくて普通の服を着てもらってかっこよく行ってもらいたいなっていうのもあって、ロードだけじゃないんですね、置いてるの。 BMX とかで、僕のそこのパナソニックはキャンプツーリング仕様にしたりとか、うちそのリビルドって言って、新品だけ売る形じゃなくて、元持ってるものを自分仕様にカスタムしませんかとか、綺麗に作り直しませんかっていうことをしてて、まあ時代が時代なので、その価格でちょっと売ってない人とかも、あとやっぱりディスクの時代ですけどリムが好きな人もやっぱりいるんで、そのリム車っていうのは基本的にこう今現存しないじゃないですか。だからそのそれより、まあ、眠らせてるリム車をリビルドしませんかみたいな。あ、そんなしてくれるんですか。あ、全然。へえ、それはでも嬉しいよね。そう、川崎さんって、そう、ちゃんと後でプロフィール出しますけど、9歳から自転車始めた。そうですね、9歳から始めた時はロードですか。ロードですね。あ、で、BMX もしてた。BMX は、大学の時にちょっと隙間見つけて遊んでたぐらいです。へえ、そう、BMX もこれね、そのエメラルドの自転車をうちで講師していただいている森崎裕也さんという、森崎さんがそのロジカル BMX っていうスクールを始められたんで、入り口として体験会をうちの駐車場でしてもらって、毎月1回は開催させてもらって。あ、結構やってるんや。じゃあもう定期的にやっぱり合わない日とかっていうのお客さんあると思って、もう毎月やって、
て来ていただいてっていう感じで、はい、あとだからロードがあったりマウンテンバイクも、あ、そうですね、それも僕のこれは私物で、めっちゃ何でもやるんですね。マウンテン欲しい。マウンテンはもう下り系が好きで、ね、忙しいですね。じゃあ年から年中もう全部やる。あと来年トライアスロンも出るんで。そうなん、そうなん、嘘、泳げるんですか。一応僕あれですよ、宮古島も完走してる。え、すごい、そうなんや。アグレッシブ店長です。そんな今日は川崎さんですね、徳島を徳島を案内してもらうっていう。だから今日はですね、松井君とコニタンと私と川崎さん4人でちょっと徳島を楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツゴー。全然30ちゃうけど。え、全然30ちゃうけど。今のは下りの惰性なので、もういっぱいいっぱいです。これが徳島県のやり方なんですね。これがビザンですか？あれがビザン。あれ？あれ。え、なんかあの平らになってますけど、上が。あ、そうそう。のってこと？あ、結構長い。あれね。ちょうどこう谷になってると思う。あ、お、長いな。結構まだ長かった。で、本気の上はあそこまで。言ってたあの汽車、徳島に向かってる汽車がある。香川映えしてる川崎さんです。展望スポットに連れてきてもらいました。はい、いかがでしょうか。徳島の人も割とここどこですかって言われます。へー、すごい景色。普通にやっぱりあの峠道を下ってたらこの脇道に入ってこないので。え、これ見えてんのが右が徳島で、こちらが川原市。見てこの自転車映え、やばない？自転車映えやばいよな。ということで展望スポットでした。どこ撮っても綺麗やけど、これな、ちなみに何キロ登ったんですか？6キロ。で、6キロ。まあ、麓から6キロです。標高これ、ここどこぐらいですか？ここはもう降りてきてるから何メートルぐらいになるんだ。え、300とか？うん、それ。そんなもん？全然低い。皆さん、これがコスパですよ。300しか登ってへんのに、この展望やばない？奈良には海がないからな。テンション上がるわ。めっちゃいいとこ連れてきてもらった。この後は？この後はこのあの見えてる海岸沿いを、うん、あ、走るの？うん、はい、すごいすごい。
あのまたそのね海沿いをこう気持ちよく走っていただく。はーい。モニターいいとこやな。うちのふわふわでいいとこやな。急にぶってこい。どうですか？どうですか？普段奈良しか走らへんふわふわ店長どうですか？どうどう？徳島の感想は？いやすごいいい景色。以上です。以上です。今からシーサイド走ります。今の時間は渦巻いてないの？今は巻いてますよ。あ、巻いてる？巻いたら見えるってこと？見えるところまでは行けないよ。歩いて入るところは、うん、で、やっぱりこう船で見に行かないとその横で巻いてる。飛び込んだらどうなるの？まあ間違いなく死にますね。よっぽど息が長い人で、この下まで行って、ぐぼーって流された後、息が続いてたら、生きてるかもしれないです。なるほど。見に行くやったら船乗るって感じですね。環状線に乗って。はい。わかりました、はい。ありがとうございます。ムービーです。ここはくるくるくるとナルトだよな。ナルトです。私が感想を言うまで来るつもりやな、うん、川崎さんにほら、ご提案なっていただいて、私がね、はい、それはそれはもう舌がうなるようなグルメレポートをしてくれるであろう。ね、お願いします。あ、たい焼きか思ったら中身はスカスカでしたね。じゃあ、いただきます。あ、なんやろ。ちょっと渋くなってくる。後味はでも最初すごいミルキーです。最高に美味しいです。ありがとうございます。まモンブランみたい。これの見てこれ、私モンブランナルト金時ソフトみたいな名前。絶対嘘やけど。絶対嘘ってどういうこと？ナルト金時使ってへんってこの細いモンブラン風麺がこれ、これがクリで麺麺みたいな麺麺麺みたいな。最高よ。最高よ。うちのふわふわコリタンが、イベルのふわふわコリタンが。寒くて足緊張して、もうなんかあいつの足フィジークみたいになってる。はい、帰ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。10時に出発して、はい、70、今日は6キロ、はい、山も登り、海を眺め、鳴門大橋も見れて、ね、絶景も見れて、
大満足でした。ありがとうございます。いえ、本当にありがとうございます。ちょっとスピード早かったような気がしたしましたね。あれそうでした。CSS120 やばっ。ESS は捨てときます。TBE のやり方です。いや楽しかった、はい、でもここに来る人って別にそんなめちゃめちゃガチな人ばかりじゃなくて、もう本当に、はい、もうポタリングみたいな、買ったすぐの人とその辺をちょっと走ったりとか。ここに来たらなんかその旅のこととか聞きに来てもいいんですか？僕も四国一周したことがあるので、うん、まあ、どこの県に行くとかプランがあるんやったら、じゃあそのプランに向けてこういうちょっと準備で、アドバイスしてくれるんですか？安全ですよ。今日一緒にずっと走ると思ってるけど、もうほんまに取れてるか分かんないですけど、あの要所要所止まっては、この山はどうだこうだ、あの川はどうだこうだ、ここはレンコン畑でどうだこうだってめっちゃさ、もうキャパオーバーの情報をめちゃくちゃ私に詰め込んでくるの。いやもうすごいもの何でも知ってるから、ぜひあの観光のこととかも聞いてみてください。ということでですね、うちのチャンネルっていうのはですね、ゲストに来られた方がチャンネルを閉めるっていう恒例行事がありまして、お、閉めていただいていいですか？閉める。もう久しぶりに皆さんと走れたので、まあ、ご紹介していただいたり、僕もこちらの方来ていただいてアテンドできたりと、非常に自分も楽しませていただいてありがとうございました。またお越しの際、こちらの方でアテンドさせてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。結構真面目やった。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あ、奈々も来てください。あ、なので次を、あ、はい、伺います。峠100選ご案内したいと思います。じゃあねー。また次回。